ダメっすよ。くだらねえ。くだらなすぎてお前とは話したくねえ。他人を尊重するとかいう言葉を使ったよな。俺がそれを教えてやるよ。ざまあねえな。マグロ、お前最悪。お前のアホはもう立派なもんだよ。これならアホで十分独り立ちできるな。ショウゴ君見せて。
と切れてる。ひどいっす。あんまりっす。どうしてなんだろう。俺は花の王子様にがっかりっす。待て、よく考えてみな。インターネットの世界は匿名の世界なんだ。その下を見てみろ、ショーゴ。違う違う、それじゃない。もっと下だ。さらに下だ。これはいつもの花の王子様だよ。私のことが書いてあるんだ。な、分かっただろ、ショーゴ。同じ日に二度書き込みしてるんだ。ん？す？だから不自然じゃないか。同じ日に二度もやってきて、1回目と次では全然違ってる。この短時間で人の気分がガラリと変わるようなことが起こるかな。むしろまるで人格が違うみたいだ。語りだよ。つまり誰か別のやつが花の王子様のふりをして書き込んだんだ。ネットの世界じゃよくあることだ。なるほどっす。じゃあ本物の花の王子様は関係ないっす。それを語るひどい奴が別にいるんす。そうなの？きっとそうだよ。そうっす。きっとそうに違いないっすよ。ミフちゃん、こんなこと気にしちゃダメっす。いつものように元気に頑張るっす。分かったよ。頑張るね。うん、ミフちゃん、元気出してね。
くなるのに。俺が不真面目？だって取材の依頼を全部断っちゃうし、気まぐれに休業しちゃうし。気まぐれじゃないね。毎月初めに知らせてる。基本的に長期休暇は梅雨の時期の暮れ、しょうがないっす。まただ。またっす。崇拝しているような批評家が勝手にこれはこう、あれはああって限定しようとしてしまうからね。それを聞いた人々が分かった気分になってどんどんその奇跡の質が下がってしまうよね。より多くの人がいいと感じているものを具現化することは大事なことだよ。
戦法に切り替えたのかな。怖いっす。お姉ちゃん、おい、全員だ。来て。はいはーい。みんな、いいんだ。うまいじゃん。懐かしい味じゃない？うん、駄菓子屋って感じっすね。思い出すな、丸屋のおばちゃん。ほら、ここにも泣いてる人が一人。これ、俺がガキの頃作ってもらってたシャーベットの味。そんなつもりはないよ。かき氷のシロップを牛乳とクラッシュアイスでシェイクしただけのチープなものに値段なんかつけない。でもそれがうまいと感じる人がいる。俺はこの味がする。誰かが値段をつけてくれなくて。俺は網走一番の塩味に卵を落としただけのやつが好きだ。あれが食えなくなったら困るね。俺は魚肉ソーセージの丸かじり。じいちゃんは邪道だって怒るけど。おしのやの牛丼、あれがなかったら何度死んでたかわからん。当然牛丼には紅生姜っす。もちろん、あと寿司屋のガリ。はい、はーい。カステラの表面のツルツルだったり、ツルツルだったり。